はい、どうもおめでございます。トラーレのパルマ実況を続き返っていきたいと思います。メッセージ、あー、いきなり、確かに余韻は残ってるけど、まさか俺が主人公を気取って剣を振り回してると思ってる？そんなことするわけないだろ。もし万が一そんなところ誰かに見られてもしたらめちゃくちゃ恥ずかしいって絶対見てやるからな、監視で。振り回してますね。いや、かっこいい。相当絵になってるけどね。こんな、なかなかないよ。この日本でこんなに妖剣が似合うやつ。メモリアル面会は？あ、ないのか。残念だな。よし、じゃあ、面会からやるっつったのって、面会からやりますか？おい。今日は葵さんとの面会に来た。こんにちは。こんにちは。彼女のこともそうだけど、あの記事のことは葵さんはどう思ってるんだろう。話って何？彼女が行きそうな場所のこと？それもあるんだけど。ああ、もしかしてあの記事のこと？お前もやりづらいよな、あんな記事見た後じゃ。そんなことないよ。そんなことないですよ。でも想像はするだろう。何の？いろいろ。何の？もしあの記事を見て俺のこと不快に感じたなら。いや、真実を話せって。その真実を話さないことの方が不快だわ。こうやって無理に会って話そうとしなくていいから。誤解しないで。許せないのはあの記事の方。そんな捨て犬みたいな目をして強がらなくてもいいのに。すごい煽るな驚きの煽り文句だよこれ。週刊誌の記事を鵜呑みになんて最初からしないよ。まあこれかな。誤解しないで。許せないのはあの記事の方。葵さんだけフォローがなくて、あれだと、読んだ人が誤解するよ。気にしてたのってそっち？そうだよ。なんだ、そっちか。いい女やぞ、白身は。そっちってどっちだと思ってたの？いや、笑って悪い。お前が俺のために怒ってくれてたなんて思わなくてありがとな。いいってことよ。どうしたん？どうした？恥ずかしそう。あ、ごめん。少し表情明るくなったね。え？そう？うん。顔に出てたかな。それで彼女のことなんだけど。ごめん、そっちはまだ。あいつが行きそうな場所を考えてはみたんだけど、これという場所が思い浮かばなくて。あいつの好きな場所とか、よく行っていた場所とか、そういう話も全くしてなくて。え、じゃあデートとかどうしてたの？外では会えないから。デートって言っても互いの家を行き来するくらいだったな。ああ、芸能人ってそんな感じなんだろうな。向こうも忙しくてなかなか予定がつかなくて。大っぴらにデートなんかできるわけないもんな。ここ最近は会ってもすぐ帰るようなことが続いてた。小さなことが積み重なってすれ違ってしまったのかな。でも彼女のこと好きだったんでしょ？好きだったよ。でも相手も同じ気持ちだと思っていたから好きだったのかもしれない。ああ、それはあるよね。恋愛あるあるだよね。そうじゃないと分かった今。どうしていいか自分が一番分からないんだ。本当、おかしい話だよな。自分の気持ちが分からないなんて。あ、そうだ。お前はいつまでここに？もう少し手続きに時間がかかるって。そっか。心配しているだろうな。お前の家族も友達も。葵さんはここを出たらどうするの？実家に戻るの？葵さん？実家には戻らない。実家のこと嫌いそうだもんね。なんだろう、勝手なイメージだけど、御曹司って実家のこと嫌いそう。面会終了の時間です。延長せ、延長。あ、もう時間？
そうみたいだな。さっき少しだけ葵さんの表情が曇った気がしたけれど。延長延長。もう少し彼と話がしたいんですけど。わかりました。私も鬼ではありませんので多少の都合はいたしましょう。鬼どころか毎回伸ばしてくれてるけどね。それではまた呼びに参ります。毎度毎度だけどね。なんかこうして話すの久しぶりだな。あいつのことを思い出してからいつも喉に何かが疲れている感じがして、今日ようやくその疲れが取れた気がする。隠してたわけじゃないんだ、彼女のことも家のことも。ただ余計な詮索されたくなくて。実家の話が出た時の様子とか引っかかる部分はいくつかあるけれど、まだそこには触れない方が良さそう。気になる？え？なんかそんな風に見えた。気にはなるけれど無理には聞かないよ。気にはなるけれど無理には聞かないよ。いい女感出していこう。でも言える時が来たら教えてくれると嬉しいな。いい女感。わかった。悪いな、いろいろ。好きでしょ、好きになったでしょ、こんないい女。ありがとう。絶対好きになるわ。また頬杖ついてる。頬杖つくな、この野郎。どうかした？何かあった？ううん、大したことじゃないんだけど、私といるのが退屈なのかなと思って。話中に頬杖ついて行儀悪かったよな、ごめん。もっとしっかり謝って。別にお前といるのが退屈なわけじゃないんだ。いろいろ考えることが多くて、あいつのこととか。そうだよね、身を入れて私の話を聞ける状態でもないか。うん、私こそ変なこと聞いてごめんなさい。でもそれと同じくらいお前のことも考えてる。好きじゃん。自分でもわからないんだよな。二股みたいになってるやん。え？こうやってお前と話しているとすごく居心地が良くて。せやろせやろせやろ。お前が彼女じゃないと分かって緊張も解けて、余計にそう感じるのかもしれないけれど、もし彼女のことも事件のこともなく普通に出会っていたら、恋してた？してたと思う。うん、してたと思う。そっか、じゃあよかったのかもな。これで俺と関わるとろくなことないから。でそのことはお前が一番よく知ってるか。でもありがとう。なんか選択肢間違えた？このままいい友達でいられたらよかったのにな。きっとそれは無理だろうな。え、なんでそんなこと言うの、葵さん。なんでそんなこと言うてまうん。それでもやっぱり俺は好きだよ。あ、おちょ、いいタイミング。もうあいつ見てるやろ、盗聴器付きで見てるやろ。お時間です、部屋にお戻りください。ああ、イチャイチャ絶対許さないマンやん。リハ充爆発しろって常に思ってるんやろな。最後何を言おうとしたんだろう。またお前と普通に話せるようになってよかった。またな。またな。必ずゴールインしてやるからな。でもエンディングが何種類かあるんだよな。どこどういう分岐の仕方してんのかわからないけど、バッドエンド的なエンディングもあんのかな。それ引いちゃうとやだな。メールが全然来ないんだよな。じゃあどこ行こうかな。あ、来た来た。黄色のシーグラスもあるんだな、ありがとう。この前もらったやつと一緒に見える場所に飾りたいんだけど、そのまま置いてたら転がってなくしそうで心配だな。そしたら今度は波じゃなくて埃に揉まれちゃうね。だからちょっとおしゃれな言い回ししようとすんのやめよ。何かインテリアになる入れ物があるといいね。フラグだなこれは。買いに行けってことだな。さすがにワインはないか。じゃあ喫茶店。困ったら喫茶店。マスター嬉しそうに手紙読んでる。娘さんからですか？ええ、学校のプール開きが待ちきれないようです。泳ぎが達者というわけでもないのに、それでもプールは楽しいんですね。
うちの娘は 4A 法をマスターしたいらしく、スイミングに通いたいというようになりました。いや、しかしプール開きと聞くと夏本番も近いんだなと思いますね。これ時期的には6月とかなのかな、梅雨の時期とかなのかな、よく雨降ってるし。部屋中見渡してみたけど適当な入れ物が見つからないんだよな。はい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 、工面してきますんでちょっと待っててね。今差し入れれるもんって何もないよね。じゃあメロとか、いやプール開きにしよう。これでたまには監視とかしてみるか。いきなり会える、どうしたのどうしたの。父さん、御曹司ってだいたいお父さんと仲悪そうなイメージだけど、寝言今父さんって聞こえたけど夢に出てきたのかな。めちゃくちゃもじもじしてる。まあなんか自然と大企業の、おお来てるかな。びっくりした。なんかなんていうのかな、やっぱ忙しいとさ、家庭を顧みる時間ってどうしてもなくなるよね。そうなるとやっぱり家庭環境というか家族関係は悪くなる気はするんだけどね。ああ、まあ俺はそれなりには泳げるかな。それなりには泳げる。早いかどうかは別として、一応バタフライぐらいまではできる。あ、なんだ。はいはい。はい、今部か。あれか、フェルトのやつか。届け物だ、葵さんから。ノートの切れ端みたいな紙に葵さんの言葉が書いてある。俺の代わりにお前を守るお守り。これは布製の小さな袋みたいだけど、巾着作ってくれてたのか。命の石ですかこれ。俺の代わりに守るって、あ、もしかして私が送ったフェルトやハサミってこれのために。ん、袋の中に何か石のかけらみたいなものが入ってる。この青紫の石は確かアイオライト。そういえばこの石には不思議な力があるってメッセージを教えてくれたな。葵さんに俺のメッセージを送ろう。これであれだな、一回死んでも復活できるな。多少危険なことしても大丈夫そうやな。洞窟行くか。メッセージ、お守りありがとうね。やってた手芸って、まあそうだろうね。これで違ったら震えるな。どうしようかな、浜辺行こう。またシーグラスを探してみようかな。あ、貝殻見つけた。それはイタヤガイの一種じゃな。そうなんですね。美しい色形をしておるの、いいものを見つけたの。これならシーグラスを飾るのに使えるかも。あー、なるほど、洒落たことすんな。一部分だけマーメイドみたいな、部屋の一角だけ。そういうこと、白身にプレゼントするお守り袋を作ってた。図鑑で調べた石の効力も白身に似合いそうなの選んでおいたから、サンキューな。わざわざ、これはさすがにメモリアル面会やりそうだな。真剣、めちゃくちゃ真剣。こんな真剣な葵初めて見たかも。サンキューな、ただお前を守りたい。絶対命の石だよ。ザキや即死魔法から一度だけ身を守ってくれる石だよ。今日は葵さんとの面会の日だ。そうだ、葵さんがくれたお守り身につけておこう。でも石って本当に力あるからね。こんにちは。こんにちは、葵さん。調子どう？最近。体調面でも気持ちの面でも。俺は相変わらずこういう感じだし。大丈夫だよ、ありがとう。そっか、ならよかった。そうだ、葵さんがくれたこのお守りの効果かな。それ持っててくれてたのか。よかった。その石がお前を守りますようにって願いを込めたんだ。いいやつだな。願い？そのアイオライトって石は人を導いてくれる石なんだって。視野を広げて本質を見極める力をくれるとか。俺たち
恋人としては終わったけれど、他人にも戻れない複雑な関係だろ。恋人でいいやん。お前にとってこの先何か辛いことが起きたとしても、その意志がきっと導いてくれる。もしもお前が今まさに何かに悩んでいるのなら、その石が力をくれると思う。この石にそんな意味が。ありがとう葵さんのその気持ちが一番嬉しい。そういえばこれをもらってから気持ちが明るくなった気がする。うん、これにしておこう。石の力だけじゃなくて葵さんの気持ちも石に込められているからかな。まあそうかもな。いい女感出していこう。石は身につけることで効果を発揮するから、気持ちがへこんだ時はそれを握ってるといい。それでこの大盛り袋も葵さんが作ったんだよね。こんなの作れるなんて器用なんだね。可愛くできてるって感心したよ。なんでちょっと上からな。この袋にも葵さんの思いが込められてるんだね。一針一針心を込めて縫ったからな。一応中に入ってる石の力をさらに高めてくれること間違いなしだ。言うね。葵さんが守ってくれているみたいだね。ありがとう葵さん、大切に持ってるね。そうかなんで照れんの。本当はそんな石じゃなくて俺がそばに。ほら落ちかけてるぞ、落ちかけてるぞ。あと一押し、あと一押し。いや、なんでもない。やっぱり今のなし。もう一押しだ、もう一押し。顔赤い？赤くない。部屋が暑いんだ。もう。なんて言おうとしたの？いや、大したことじゃないから。聞こえなかったけど。何？わかったよ。だからそんな目で見るな。そんな石じゃなくて、俺がそばにいてやりたい。そう思った。好きじゃん。告白やん。葵さん。今の俺にできることはこれくらい。だから、そんな石でも、お前の気休めになるなら嬉しい。でも、何かあったら無理せず俺に吐き出せよ。愚痴でも何でもさ、ここで俺にできることは限られているけれど、今度は一人で抱え込まないこと。約束な。約束な。はいはい。はい。約束。夕引き入り玄満と。指切りなんて初めてしたかも。守らないとな。今度こそ。そうだぞ。お願いしますよ。面会終了のお時間です。ちょうど時間みたいだな。今日はありがとう。お守りちゃんと持っていてくれて安心した。私こそありがとう葵さん。うん、それじゃあまたな。いやーイチャイチャしますね。メモリアル面会いいですね。メモリアル面会はギャラリーからいつでも確認することができます。サンキューな。で、なんか他に起こってる途中のイベントってあったっけ。黒と白の狭間でも多分もう終わったから、特に今進行してるイベントってあれか、シーグラスか。シーグラスは途中だから、とりあえず雑木橋行こう。あ、これってほおずきですよね。そうだ。あんた、ほおずきの鳴らし方知ってるか？ほおずきって何？音が鳴るんですか？俺らがガキの頃はよく鳴らして遊んだもんだ。いいか、こうやって中身を出して空気を入れてたな。管理さん、なんだか生き生きしてるな。うんちく発揮する時の管理人さんテンション上がるの相当可愛いな。管理人さんは攻略対象じゃないんですか？独り身じゃないんですか？あ、なんか、あ、とりあえず差し入れ
綺麗な貝殻と、まあ、用と書いておいてあげないと、なんだこの貝殻ってならないかな。大丈夫かな。なんだろう。で外出、どこ行こうかな。ワインはないよね。図書館行こうか。あれ、受付のメモ用紙の隅っこに落書きがしてある。下の紙にも、その下の紙にもだ。もしかしてこれってパラパラ漫画？やっぱりそうだ、すごく上手に描けてる。ひょっとして秘書さんが描いたのかな。ん、何見てるの？あ、パラパラ漫画？また困るのよね、施設のものより落書きなんて。誰でも使えるメモ帳があったら利用者にとって便利だろうっていう、せっかくの親切心を。落書き禁止禁止ってメモして貼っておかなきゃね。いいやんな、別にパラパラ漫画ぐらい。秘書さんじゃなかったのか。え、なんかパラパラ漫画あったらめくっちゃ痛くなるけどね。そんな邪険にしなくても。お、メール。送ってくれた貝殻、シーグラスを入れるのにいいな。ありがとう、意思疎通が完璧だな。以心伝心だよ。シーグラスも安心だろうね。ちょっと詩人な言い方をする選択肢が必ずあるよね。ここが使われていた時にも、燃えるゴミと燃えないゴミって分けていたみたい。この辺りには機械系のものが集められているのかな。わっ、随分古い電話機。こっちは初期のパソコンかな。打ちにくそうな大きなキーボードとずんぐりしたモニターもある。こういうのを集める趣味の人にとっては宝物の山かも。秘書さんの趣味はこっちには向いてないのかな。レトロ機器に興味ある。まあレトロ機器って可愛いけど、使い勝手を思ったら邪魔でしかないんだよな。ラジオとかね、ああいうなんか古いラジオとか可愛いけど、ああふさわしい居場所が見つかったな、心なしか前より輝いて見えるってなって、監視で見れたりしない。何しろびっくりした。ダメか。じゃあメッセージなんか送っといて。レトロ機器に興味ある。廃棄場でね、すごく古い電話やパソコンを見つけたの。葵さんはそういうの興味ある？まあないだろうな。御曹司レトロに興味ないでしょ。じゃあ寝ましょう。信じないもん、あるって言われても。ああ、雑木林でイベント、何が見つかるんだ。よ、浜辺のじいさんに聞いたが、あんた最近シーグラスを探してるらしいな。交流あるんだ。飲み仲間なんかな。え、そうなんです。ならこれやるよ、ピンクのシーグラス。さっき浜辺の見回り中に拾ったやつだ。ありがとうございます。あ、でもそっか、この人島の管理人だもんな。雑木林を管理してるわけじゃないもんね。こんなのはまだ見つかりやすい色だが、中には希少価値の高いシーグラスもあるんだぜ。オレンジなんてのは1万個に1個の確率でしか存在しねえと言われてる。へえ、オレンジのシーグラス。へえ、オレンジですか。この島の浜は広いとは言えねえが、それでももしそいつを見つけたら大したもんだ。1万個に1個か。ピンクのシーグラス。え、じゃあぜひオレンジも手に入れたいし、きっと手に入るんだろうな。1万個に1個なんて楽勝で引くんだろうな、この女は。俺は古いのよりは新しい方が興味あるけど、マニアには受けそうだな。オークションに出して売れたらゴミ処理もできて利益も出るよ。急に考え方が現実的。私もそう思ったの。好きな人は好きだもんね。あの場所へ行くとタイムスリップできるよ。急に現実的な。主婦になってからも安心感出していこう。特にイベントは起きないから。喫茶店。それ、お子さんからのお手紙ですか？よう手紙来るな。そうなんですよ。今度友達の誕生日会があるそうで、プレゼントに何を持っていけばいいか迷ってるらしいんです。自分の誕生日の時にもプレゼントをもらっているので、それ以上でも以下でもなく、
そんな時からもうそんな付き合いがあんの？大変だな。なおかつ他の子たちとも被らず喜んでもらえるものと。子供は子供なりに気遣いがあるんですね。大人の気遣いだよそれ。30代の現状の俺がやってる気遣いだよそれ。そう考えると迂闊なことは言えませんし、どう返事したものか。私が子供の頃ってどんなプレゼントが嬉しかったっけ？スライムとか嬉しかったけどね。あの壁に張り付いてベロン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 って落ちるやつとか相当好きだったけどね。一石二鳥なら施設の誰かに提案してみたら。まあ売ってよければとっくに誰かがやってるか。マスターの娘の悩み事からのシーグラス差し入れ。じゃあどうしようかな。ちょっと時間が、お、あいつから余ってるからかなり久しぶりだけど、メモリアル面会じゃねえや、スペシャル面会やろっか。何やろうかな。憧れのマネージャー、月夜に吠える狼男、これにしよう。なんか無駄に面白そう。なんだか今日は監視の人たちが忙しそうですね。はあ、昨夜ちょっとした事件がありましてね、その捜査に追われているんですよ。事件ですか？官房棟のガラス窓がいくつか割られていたり、花壇が荒らされていたりしていたもので、怖いな、こんな狭い島で。え、もちろん収容者は厳重に管理されていますから、どうせ野生動物か何かの仕業でしょう。そんなことできる野生動物なんて、やばい野生動物しかいないでしょ。ゴリラだよ、ゴリラ。たまにあるんです、こういうことが。怖えよ、この島ゴリラいるよ。そのために島の者たちは狼男の仕業だとか何とか話しているようですがね。狼男ならまだいいよ。理性あるんでしょう。何でもそういった事件が起こるのが必ず満月の晩と決まっているからだそうです。それは確かに奇妙ですね。めっちゃ強いゴリラがおるぞ。お疲れ。おつ。うん。どうした？元気ない？え、うん。そんなことないんだけど、少し気になる話を聞いて。気になる話？昨夜この官房棟の、ガラス、窓ガラスが割られたり、花壇が荒らされたりしてたんだって。え？たまにそういうことがあるみたいで、監視さんは動物の仕業だろうって言ってたけど、満月の日にだけ起こるから狼男の仕業なんて噂もあるみたい。狼男？それはまたぶっ飛んだ噂だな。だいぶぶっ飛んでるよね。それでお前はその噂信じるのか？少し気にはなるかな。確かに面白そうな噂ではあるよな、狼男なんてさ。もし本当にいるとしたら、この島のどこかに潜んでいるってことか。日中は人の姿でいたりして。え、満月か。確か夕べも満月だったな。どうした？葵さんが昨夜は満月だなんて言うから。もしかしたらそういうこともあるかもと思って。あれ、本気で信じてる？昨夜は窓の外がいつもより明るくて、空を見たらこうまん丸の月が浮かんでて。お、どうしたの？ちょっと頭が。大丈夫？ああ、大丈夫。もう。あ、飛ばした。なんだ。今声が聞こえたような。声？え、あれ、俺こんなところ怪我してたか。なんだ、変なの始まったぞ。何、指怪我してるの？ああ、なんだろう、何かで切ったような。ガラスかな。ガラス？ペロッとすんな。バッチーぞ。血の味、甘い、美味しい。それ狼男じゃない、吸血鬼でしょ、どっちかっていうと。え、
苦しい。何かが俺の中で暴れ回っているみたいだ。冗談だよね、マスカ。いや、の大丈夫、誰か呼ぼうか。これマジの心配なやつ。マスカ、おじさん、満月の力で。そのまさかだったりして。でもおかしいな、まだうずいてる。なんかいい匂いがするな。美味しそうな匂いが。このガラスも相変わらず邪魔だな。こんなに目の前にいるのに、その柔らかそうな肌に触れられないなんて。やめろ。知ってる。俺の耳はお前の声をよく聞くためにあるんだ。俺のこの目はお前の顔をよく見るため。赤ずきんちゃんのおばあさんや。そして俺の口はお前を食べるために。って、あれ？それ聞いたことあるけれど、狼男とは違うんじゃない？狼ですね、あれは。ああ、これは赤ずきんの狼だっけ？そうだね、冷静。じゃあやり直しかな。やり直しで、テイク2でお願いします。なんだ、葵さん演技してただけみたい。そらそうやろ。あ、なんだよ、さっきまで怖がってたくせに。もうびっくりしたよ。乗っといてあげるか。もうびっくりしたよ。驚かせようとしてるから。だっていちいち反応が可愛いからさ。本当に食べちゃいたいくらい。俺が本物の狼男じゃなくてよかったな。もし本当にそうだったら、こんなガラス砕くのなんて朝飯前だろうに。こうパンチ一発でバキッてさ。おお。やった。本当にやった。これはだいぶ面白い。嘘。ちょい、危ないから触るな。ごめんなさい、すいませんでした。怪我したらどうする。お前は触るんじゃない。怪我はないか。ガラスの破片とか大丈夫だった。今ガラスに触れんな。葵さんこそ手は大丈夫？俺はなんとも。これ怒られるぞ。今辺につけといてください。修理費は。何を騒いでいるんですか、これは。とりあえずちょうどもう時間ですから、あなた方は部屋へ戻っていてください。ガラスは次の面会までには修復するように手配しておきますので。俺もしかして本当にゴリラだったのか。まさか。そんなわけないよな。でも満月の夜は気をつけて。いや、じゃあまたね。いや、面白かった。まさかの潜在ゴリラ。おーし、じゃあ今回はここまでで終わろうかな。また次回この続きから、トラールのパルマやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。メール送っとこ。そうだね、何をあげるかでヒーローになれる可能性も秘めてるよね。夢あること言っとこう。それではありがとうございました。またね。